つやまないサイキックピンチャー、テレポーテーションの使い手だぜ、だぜ、だぜ。ご紹介ありがとう。お嬢さん、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 いや、かっこいい。ハスカイさん、本当ですか？何がない？今の話、ハスカイさんがクロノさんを呼び出したって。さあな、そんな約束を覚えてない。刑事、来月の給与査定を楽しみにしておる。確かに環境関係だ。言い訳後回しだ。すぐに捕らえろ。三つるぎだ、どうした？あなた、三つるぎさん？え？あなた、三つるぎれいじさん？そうだが、君は？ゆめこですわ。三大寺、ゆめこ。すまないが、人違いだよね。絶対に行っておきたいクレープのお店があるんですの。そんなものになぜ私が同行しなければならんというの？あなた、話したまえ。なんて力だ。あれが夢子ちゃん。確か私は警察に知らせてはならないと言った。いや違う、これは違うんだ。これは警察ではなくて三つ抜きであって、いや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 、これは三つ抜きじゃなくて、そのあのほら、あのなんだっけ、ほら あるじゃん、ほら、あの猫、ね、猫なんだ、ほら、無理しないでください。構いませんよ、あれはシャレで言っただけですから。シャレ？この土砂によって川がせき止められて、でこう水かさが上がってしまって。どうしたんですか、三つるぎさん。
なんだかおかしい。ここへ来たとき、突然背中に妙な悪感が走った。大丈夫ですか？みーちゃん、みーちゃん。さあ、ここへ死ぬそうだ。みーちゃん！だな。やはり生まれて初めてお前に感謝する。なんだよ生まれて初めて。もう一度撮影スタジオへ行って何か見落とした点がないか捜索してみよう。はいはい。君はご無沙汰してます、三鶴木健二さん。あかねちゃん、なんだいなんだい、また違うタイプの小娘が現れたね。科学捜査官のほおずきあかねと言います。科学捜査官、どっからどう見てもただの高校生にしか見えないよ。今年で18歳になります。まだ高校生ですが、ゆくゆくは正式に鑑識課への配属が決まりますから。私ちょっとしたもんなんですよ。すでにこの年にしてもう。あかねさんは以前から三鶴木健二と顔知りなんですよ。事件の概要を刑事さんから聞きました。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、よろしくね、あかねちゃん。刑事、ちょっとなんかしないですか。でもない。どういうことだ。事件の捜査は学生の遊びとは違うんだぞ。目に腹は変えられないっすよ。それに本人もとてもやる気になっているじゃないですか。筆がなりますね。さしずめ超能力 VS 科学の力といったところでしょうか。やりますよ私。必ず死に物狂いで結果を向かってみせます。自分は肉まちゃんと扱いの捜索に回ります。では失礼します。それはおしゃべり、三鶴木さん、まずはどこから捜査を始めますか。では最初に死体の発見された場所を見ていただこう。この辺り一帯の土地を転がしている地上げ屋らしくて。地上げ？まだあんたがしつこい男だね。何度も言ってんだろ。よし気合入れていくぞ。イエーイ。はい、ゴーン。その土地あうまーち。また来てよ。ごきげんよう、マイスイートハニー。じゃあね、みっちゃん、おばちゃんまた来るんだよ。え、あ、あ、どうも。なるほど、龍一。どこだ、なるほど。アルマケンジ。ギザギザ頭の青いスーツをした男を見なかった。なるほど、くん知らない、見ていないのか。笑ってるってことは知ってるんだ。こっちは聞いてるのか。アルマケンジ。なるほど、知ってると言います。どこだ、なるほど。なるほど、なるほど、知らないか。あいつらのことだ。証拠だって何だってでっち上げてくるに決まってんだよ。よし、こうなったらこっちもでっち上げてやりましょうよ。ん？でっち上げるって何をすか。え、なるほどくん。うん、いや、意味がわかんねえす。だから、誰かをなるほどくんにでっち上げちゃうの。いや、そんなことできるわけねえす。はい、どーん。話は全部聞かせてもらったよ。出たい。出ろよ。出れない。出れるよ。出れないよ。ちょっとあんたたち、早く手伝いなさいよ。早く。やめろ、やめろ。せーので手伝い。せーの。早い、早い、早い。うるせーな。早いよ。せーの。手伝いいらなかったよ。おい、話は全部聞かせてもらったよ。おばちゃん、いつからそこに。おばちゃんはね、みっちゃんの行くとこならどこまでも追っかけて、おはようからお休みまで食い入るように見守ってんの、なんて言えるわけないでしょ。見事に一息で生きたす。黙れ、チェーンソー。もしかして自分のことなら糸のこぎりっす。なんだい、みっちゃん釣れないじゃないの。なんか困ったことがあったらいつだっておばちゃんに相談すればいいんだよ。近い近い、痛い。あのさ、俺たち今忙しいわけ。見守るんだったらさっさとあの箱に戻ってくんない。いいのかい、うん、せっかくおばちゃんがあんたたちのお悩みを解決してやろうと思ったのにね。解決すと、あの青いギザギザ男をでっち上げるんだろ。どうしてそれを。だからさっきからずっとそこに隠れてみっちゃんを凝視してたって言ってんだろ。怖い怖い怖い。みっちゃんお待たせ。はい、ドーン。あ、なんだこの大量のなるほどセットは。あ、もしかしてあの全員なるほど裁判の。あ、そうか、これを切ればあの弁護士でっち上げられるって。おお。え、一体誰がそれを切るというの。待て待て待て、私は絶対に切んぞ。お願いします、三鶴木健二。さあさあ、みっちゃん、
ばちゃん着替え手伝っちゃうよ。みっちゃん上から、そう、上と、もう誰かいないか。みっちゃん照れちゃって可愛いんだから。ちょっと肝心の衣装っす。聞くまでもない、そして答えるまでもない。お前なんかキャラ変わってないか。さては三つ剣剣士も遊園地狙いでしょ。なんだと。ちょっと迷いちゃん、そんなはずないだろ。だってこれ来月オープンのトノサマンランド向けちゃうんだよ。トノサマンランド近日オープン。その話詳しく聞かせてもらおうか。くだらん。私の参加理由はそんなものではない。じゃあ何ですか。決まってるじゃない。口から出るのはいつでも弱ねバカとは言ってみたけどね、本当は何も根拠はないのね。それでも聞きたい、裁判長の裁きに託すディスティニー、イエーイ。くだらん。